こんばんは。 MSTV ニュースをお伝えします。土日祝日に高速道路をご利用になる ETC 二輪車を対象とした二輪車定率割引が実施されます。東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社および宮城県道路公社は、二輪車の利用促進や地域の活性化などを目的として、令和4年4月2日から11月27日まで、土日祝日にネクスコ3社および宮城県道路公社が管理する高速道路をご利用の ETC 二輪車を対象に、料金を定率で割り引く二輪車定率割引を実施します。なお、本割引は利用前までにインターネットでお申し込みが必要となります。当日の天候などを踏まえ、走行直前でもお申し込みいただけます。本割引をより多くのお客様に利用いただくことで、二輪車の利用促進や全国各地の観光復興に貢献していくとのことです。以上、MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日丸山さんはとあるバイクの試乗に行っておりますので、代わりにグルたちが務めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。土日祝日に高速道路を利用する方に向けて、ETC 二輪車を対象とした二輪車定率割引が実施されるとのことですが、はい、峰さんは ETC 自分のバイクで使われてますか？今ですね、ちょっと ETC のなんだセンサーがちょっと反応しなくなってしまいまして、ちょっとそこの修理が必要なんですけれども、普段は利用はしてます。普段は利用してるということですね、はい、じゃあもし自分がバイク乗ってどっか休日出かけるってなったら、はい、この二輪車定率割引っていうのはすごくありがたい制度ではありますよね。ありがたいですね。で、今まで普通車と一緒だったっていうことですもんね。まあ普通車の下の軽自動車と同じだったってことです、はい、そこら辺ややこしいですね。軽自動車と一緒だったってことですもんね。そうなんですよ。割引の、内容を見てみると、はい、はい、ということで割引の内容を見ていくと、はい、例えば東京インターチェンジから沼津まで行った時、うん、通常の ETC の料金だとオートバイが2530円、これが軽自動車と一緒の価格になるんですが、はい、それを定率割引を適用させると 37.5%、 軽自動車から比べて 37.5% 割引かれるので、こちらの1580円という値段になるそうです。なるほどです。普通車と比べると半額っていう見方になるんですね。はい、普通車と比べて半額、ただし軽自動車と比べると 37.5% 割引ということらしいです。そしてこの制度を事前に申し込みが必要みたいなんですよね、はい、そうですね、書いてありましたね。 それがちょっとハードル高くて、我々住んでるの東京じゃないですか、はい、そうするとじゃあ東京周辺の高速道路管轄してるのって、うん、ネクスコ東日本じゃないですか。そうですね、東日本のホームページ行ってみると、はい、うんうん、まあ、これがホームページなわけですよ。はい、でどんどん下の方とか見ていっても、うん、二輪車の割引に関する案内があれ入ってない、パッと見出てこないんですよね。あらま、これプレスリリースとかのところを探していくと一応出てはくるんですけれども、ここにはなくて、やっと出てくるのが、はいはい、このドラプラ、このサイトに行くと、ね、やっとここに、はい、土日祝日の ETC 二輪車を対象とした定率割引のお知らせというものが出てくるので、本当だ、こんなどでかくこう告知してくれてるのがドラプラでしかないんですかね。そうなんですよ、今のところ、はい、でしかもこれを使うには、この制度を使うには、はい、管轄しているのがこっちなんですよね、うん、ネクスコ中日本の方の
ETC 二輪車限定定率割引ややこしいよ。もうややこしいんですよ。利用するのにそのハードルが余計ややこしい。東日本に行ってもあれないないないって言ってやっと探したら、あ、中日本のやつを使うのに東日本で使えるのみたいな。ちょっと混乱しますねこれ。そう、混乱しちゃう。これがちょっとまあ利用するハードルの高さを上げてしまっている要因の一つなんじゃないかなと思います。そうですね、今後改善されていくのか、少なくともホームページの先頭にちょっと乗っけてはほしいですよね。そうですよね、これかなりの大ニュースですよね。我々にとっては、我々にとってはバイク乗る人にとってはありがたい話なのに、まるで隠しているかのようなね。なんかそこがインターネットからしか申し込みできないからっていう、なんか窓口がね、そうそうそう、やっぱ狭まってるっていうのが、ここら辺がちょっと意地悪だなって、ちょっとそう感じちゃうよねって感じですね。そこですよね。まあ、この実施期間、ご利用期間についてはこちらに記載がある通り、2022年4月2日、ちょうど先日からですね、始まったばっかりで、11月の27日日曜日まで、土曜日日曜日祝日限定となっております。はい、うん、祝日だけなんですよね。そうですよね。あと大型連休は対象外なんですかね。あ、そうなんですよね。あのゴールデンウィークとかの大型連休は、普通自動車の割引は対象外、高速道路が渋滞しちゃうのを防ぐために対象外となるんですが、この ETC 二輪車の定率割引についてはどうやら対象となるらしく、その期間であっても。そうなんですね。そうらしいですね。ちょっと今後道路状況によっては変わるかもしれないですが、今のところはゴールデンウィークもこれ使えるらしいです。そうなんですね。じゃあこれは今後要チェックということで、まあ、コロナの状況とかもまたありますからね。この辺でも道路状況変わってきます、ということですね。で、今までで言うと、バイクに関してはもう販売がね終了されちゃったこのツーリングプランとか、定額料金で乗り降り自由、だから結構な距離走っても定額料金っていうものすごいお得なプランが去年まではあったんですよね。これすごいですね。それが今年になると、まあ、この土日祝日の ETC 二輪車を対象とした定率割引になっちゃうから、今年実はちょっと割引率で考えたら薄いんじゃないかなみたいな、ちょっと意地悪な見方をすると、そういう土日祝日だけだしな。確かにそうですね。で、今期間もさらに11月まで、まあ冬の間は乗れないので12月から3月くらいまで対象にならないっていうのはなんとなくわかるんですけれども、一旦そこまでの期間しか設定されていないっていうことは、これ継続的に来年以降延長されないのみたいな。いやー、この見直しやっとされてきた、されたというか、ね、今まで軽自動車と同じ扱いだったっていうのも不思議だったのに、これがまた期間限られているとなると、ん、この先どうなっちゃうのっていう風になっちゃいますよね。そうなんですよね。だから今後バイク乗る人はもう声を大にしてですね、もっと割引しろって言っていかないと、なかなか動き出せないというか、向こうもその利用している方の声が届かない限り、これで改善しなくていい、今が一番いいプランなんじゃないかなという風に、どんどんその提供してくれてるサービスの質が下がってきてしまうので、もうこれはぜひですね、皆さん実際に利用した上で、ここはこうした方がいいんじゃないかなっていうのをどんどん発信していった方が、よりこれからの道路、高速道路を使っていく人、さらにはオートバイに乗る人にとっていい環境が作られていくんじゃないかなと思います。で、詳しい、対象の道路に関しても一応まとまっていてですね、まあ、こういう形で日本全国の道路、赤色で記されているところ、例えば東京で見ると、三里川口とかその辺り、東京外環道ですね、その辺りからまあ東北道につながっていったり、さまざまな道路につながっていったりという、ところの地図が表示されているので、これはもう皆さんぜひね、URL の方あの詳細欄に貼っておきますの で、ここから確認していただければと思います、ちゃんとこういう風に割引対象外のところも表示にはなってますね。例えば首都高なんかは割引の対象外となるんで、事前に自分が使いたい行きたい場所によってどこが
起算点でそこから終了する場所がどこまでなのかで100キロ以上っていうところをしっかり調べていかないと、うん、そこなんですよね。100キロ以上、しかも片道ですよね。そう、片道なんですよね。結構な距離というか、うん、まあ計画していかないと。そう、計画が本当に大事、うん、で一応この申し込みの二輪車定率割引の申し込みは利用する本当直前、はい、当日の朝とかでも利用できるみたいなんで、うんうん、はい、まあ、できればもう3日前ぐらいにはちゃんと準備してね、ツーリングの準備、荷物の準備するのと同時に、あ、いけねいけね、割引の準備してなかったって調べて、そうですよね。でもしそこで、うん、あれ調べてみたら対象の区間97キロしかなかった、あと3キロ足りねえ、ギリギリ3キロ、もうちょい伸ばすかツーリングなんかそれで伸ばしていくのも辛いものがありますけどねまあまあ、まあ、それでも一応ネクスコが目指す今後の復興とか、そういったところでどんどん遠くの場所に行って観光地を盛り上げていただきたいっていう狙いもあるんでしょうから、まあ割引を利用してどんどん観光地に行っていただくっていうのが良いんじゃないでしょうか。ね、バイク乗りも増えてる今頃ですからね。そうで、さらにですね、はい、こういった感じで、まあ、利用者の声をどんどん上げていくっていうのの重要なポイントに、うん、もう一個、はい、駐車場、都内とかだと二輪車の駐輪場って少ないじゃないですか。ちゃんとね、行くところ先々ね調べていかないと、うん、ああここ原付までしか止められないんだとかね、そうそうそう、いろいろありますよね。そう、なのでこの高速道路に合わせてね、はい、これも先日3月24日にね、うん、警察庁交通局交通規制課長が発表した通達の中で、はい、まあ、二輪車の駐車禁止、二輪車は除くっていう場所を作ろうっていうことがね、うん、通達として出ている。でこれから駐車場の整備なんかもどんどん進めていこうっていう働きがされているので、はい、うん、これもねやっぱり皆さんバイク乗る人がより良い環境を作っていくために、はい、MSTV 視聴者の方、はい、見ている方も一緒に声を大にして一緒にどんどんより良いバイクの環境っていうのを作っていけたらいいなと思っております。もう皆さんが声を上げていかないといけないですからね、うんうん、じゃあそんなところで、はい、今回のニュースをお伝えさせていただきました。はい、はい、本日は二輪車定率割引のお知らせをさせていただきました。いやー、バイクって本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ、男子キャスター、そして番組制作スタッフを募集しております。また MSTV 制作委員会のご参加と応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。